ドーンは平野慶一郎による長編小説。講談社から単行本が2009年7月に刊行された。2033年宇宙船ドームは有人宇宙船として人類史上初めて火星に降り立った。6人の宇宙飛行士の中に唯一の日本人として佐野アスヒトがいた。2036年無事地球に帰還して英雄となったアスヒトだったが、 ある大きな陰謀に巻き込まれていくこととなる。ドーンの中で起きていたあることがアメリカ大統領選、さらには世界を行く末を左右する重大な秘密であることが明らかになる。ドーンの中で平野慶一郎が提示した用語、化け人主義、デイビジュエリザム。たった一つの人格、インディビジュールを持つのではなく、対人関係ごとに異なる人格。 デイビジュエルを分けることができるという考え方のこと。個人の中には、対人関係や場所ごとに自然と生じる様々な自分がいるという考え方で、本当の自分がいろいろな仮面を使い分ける、キャラを演じるということとは区別される。キャラと違い、演じ分けたり使い分けたりする一つの主体があるという、操作的オペレーショナルなものではなく、向かい合った相手との共同的コーポラティブなもの。 は、キャラと違い、人がいなくても成立する。海や山などの外界からの影響で、別の場所にいる時と違った自分が生まれてくる。それも、文人という。関わる人や物事があって、初めて文化する、自分の中にある一面で、そのような文人が、中心もなくネットワークされているのが個人であるという、考え方。人は、 演じているわけでなくても、キャラをあえて作っているわけでも、その場や相手に応じた自分になってしまう。人間が多様である以上、コミュニケーションの過程では、当然、人格は相手ごとに分化せざるを得ない。その文人の集合が個人だという考え方。ありがとうございます。